どうも、この動画では UFC291 を見ての感想を話していこうかなと思います。えーっとですね、メインカードの5試合ですかね、話すのは。まあ、プレリムのね、ガブリエル・ボンヒムでしたっけ、あの無敗の選手。今回で15勝0敗になったのかな。あの選手とかもね、すごいっすけど、まあ、ちょっとね、今日は忙しすぎてね、スーパーライジン2あったりとか。 まあ、ボクシングのね、クロ・フォード、スペンスは正直そんなにね、ちゃんとチェックできてないんですけど、うん、で、USC291 一あって、忙しい一日だよね。っていうことで、まあ、メインカードの5試合、うん、デリック・ルイスの試合はね、ちょっと勝敗予想してなかったんですけど、まあでも面白かったんでね、うん、ついでに話そうかなっていうところで、いきますね。まず1試合目が、マイケル・ケイーザー、VS ケビン・ホランド。この試合はね、ホランド良かったっすよね。序盤からガンガン圧かけていってて、 ジャブとアッパーがとにかく良くて。で、キエーザの方はね、引き込むんですけど、ホランドがそこをうまく対応して。で、次の展開では、キエーザが圧をかけてまた組もうとしていくと。ただ、ホランドのね、テイクダウンディフェンス、これが素晴らしくて、全然ね、キエーザ取れなかったっすよね。で、その中で、えー、テイクダウンディフェンスする中でホランドがあれリすかね、ダースチョークを仕掛けて、で、決めると。ケビン・ホランドの1ラウンド1本勝ち。 経それにしても諦めがめっちゃ早かったですね。うん、これがね、キャリアでの1本勝ち11本、18分の11かな、うん、フィニッシュの割合で言うと、うん、その男のね、なんかね、組み技への対応なのかと思っちゃいましたけどね。まあ、勝ち目ほぼない感じに見えましたけど、やっぱ打撃でそもそも負けてるし、でテ手ダウンの、まあ、タックルの攻防でもうまくやられてて。 で最後のダースチョークもね、やっぱホランド手長いんでね、あれやられちゃうとね、きつかったんでしょうね。うん。まあ、強かったな、ホランドが。ケビン・ホランドはね、前線もすげえ良かったんだよな。ボンビジ,ボンジニビオでしたっけいつも名前がちょっとわかんなくなるんですけど、あのね、ATT の選手だと思うんですけど、あの選手相手にもね、すげえ良い,い試合してたんで,で、ホランドはね、それで2試合連続フィニッシュ勝利なんで、素晴らしいっすよね。うん。面白い試合でした。 で2試合目がトニー・ファーガソン VS ボビー・グリーンいやこの試合はね見てて辛い試合ではありましたよねファーガソンね、まあ、序盤から打撃の攻防ではあったんですけどでも組みに行ったりもしててね、うん、自分から組みに行くファーガソンねあんま見た記憶ないんですけどやっぱこの試合混ぜてましたよねまあでも基本やっぱりスタンドの展開で,で序盤でも1回ねファーガソンのパンチでグリーンぐらついてましたよね ダウンっぽく倒れたというか、まあ、足がかかった、押した感じにもなってるようにも見えたんですけど、ちょっと効いてるところもあって、でもその後すぐにね、グリーンの指がファーガソンの目を襲って、うん結構がっつりアイポークでしたよね。<laughs> でもなんかすぐファーガソン、初めてね、やっぱかっこいいよね。5分ぐらいね、本来休めると思うんですけど、1分半ぐらいでもう行こうぜみたいになってるあのファーガソン、やっぱ好きやなって思っちゃいましたよね。 ただ、再開後ね、もうグリーンのパンチのヒット数がもう思いっきり上がっててね、やっぱ休んだ方が良かったやんってね、正直見てて思いましたけどね。序盤そんなワンツー入るシーンなかったのに、ポンポン入り出して、グリーンのワンツーが。で、ファーガソン、避け方もね、危なっかしくてね、怖かったよね。1ラウンド目はね、序盤ファーガソン良かったんですけど、やっぱアイポーク後、完全にまくられて、まあ、グリーンのラウンドかなと思いましたね。 で2ラウンド目入ってからも、ファーガソンはね、タックルを混ぜつつ戦ってみたいな。一回、いまなりロール的な感じで、足換も狙いに行ったのかな。足換狙ったりとか、下から三角とか狙ったりもするんですけど、グリーンがね、うまく対応して、上からパウンド落としてって、エルボーも入れつつね、グリーンがダメージを与えていく展開と。で、その後ね、ある程度なんか、パウンドで削った後、グリーン立たして、お前鬼やなって思って見てましたね。まあでも、ファーガソンって男はね、前に出るんですよね、ダメージあっても。 でもやっぱグリーンのねアウトボクシングというか、うん、パンチのヒット数がどん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 増えてって、うん、2ラウンド目もグリーンだなっていうで3ラウンド入ってもうファーガソンは出るしかないとそういう試合展開でうんでも出るんですよねファーガソンっていう男はいやマジでかっこいいなでグリーンの方はねもう徹底してカウンター狙いというかやっぱ12ラウンドを取ってるんで無理を犯す必要がないっていうかねで徹底したカウンター狙いではあるんですけど有効打もやっぱグリーンの方が圧倒的に多くて で、その中で、ファーガソンは引き込んだりもするんですけど、グリーンは上でうまく対応すると。で、最後、その流れだったかな。グリーンがね、肩固めに移行して。で、ファーガソン、懸命にこらえるんですけど、まあ、ちょっと落ちてしまってね。そんなまグリーンの3ラウンド、一本勝ち。いや、もうタップしないところも、ファーガソンだよな。てか、この試合にかける思いがあったんでしょうね。でもあれか、前線のディアス戦って普通にタップしてたっけあれどういうことなんだ あやっぱ最後、この試合にかける思いがすごい強かったと思うんですよね。やっぱり5連敗してて、まあ本当にねもう崖から落ちてる状態ではあると思うんですけど、5連敗してる時点で、ただ、ボービー・グリーンっていうのはね、その5連敗してる相手たちと比べるとかなり落ちる選手なんで、やっぱここで負けるわけにはいかないっていう、そういう強い気持ちが見えましたよね。で、最後、あれタップしないのがね、やっぱファーガソンの生き様って感じでしたよね。やっぱタップはした方がいいんですけど タップはした方がいいし、1ランと目の,あのアイポーク後ももっと休んだ方がいいんですけど、そこで行っちゃうのがね、やっぱファーガソンっていう男ですよね。かっこよかったな。うん、でもどうなるんだろうな、これ。ちょっとその後の、試合後のね、話を聞いてないんで分かんないですけど、やめちゃうのかな。でもファーガソンがね、勝つ姿をまた見たいなってちょっと思っちゃいますよね、勝ってながらね。で、次が3つ目、デリック・ルイス、VS マルコス・ホジェリオ・デリマ。 いやこの試合はすごかったな、えー、デリック・ルイスがねいきなりね飛び膝狙いに行ってでこれがもろに刺さってでデリマダウンとでそっから追撃のパウンドでフィニッシュデリック・ルイスの一覧の KO 勝ちいやーねすごい展開だったなてか早かったなで謎に、ね、この試合でもオッズデリマの方がフェイバリットなってましたよね確かなんでって思いましたけどね うん、それはさすがにね、俺たちのルイスを舐めすぎだろってところで。で、デリック・ルイスはね、ファイトパンツ脱いで、パンイチで喜びを表現して、前にも見たいなこの動きっていうね。まあ試合時間短かったですけど、デリック・ルイスね、なんか直近の試合では一ん動き良かったような気がしますけどね。すごい動き良かったな。軽量の時もね、腹割れてましたもんね。だから過去一良かったんじゃないですかね。ちゃんと仕上げてきたんでしょうね。それにしてもおもろすぎる。あのパンイチ。 UFC って書いてるパンツだったんかな。あのパンツの下にもさらにパンツ履いてそうな気がするんですけど、どうなんですかね、うん。それがちょっと気になるなって思いながらね、見てましたね。でもね、この試合私リアルタイムでは見てなかったんですよね。ベラトールのなんか誰かの試合と多分かぶってたんで、そっち見てて、うん。だからね、ちょっと試合結果、あれ最初から知った状態で見ちゃったんでね、それが悔やまれるな。リアルタイムで何も知らない状態でこれ見たかった。 で次4試合目がヤン・ブラホビッチバーサスアレックス・ペレイラ。もうこの試合はね、一番ちゃんと見れてないですね。まあでもやっぱり試合展開はね予想してる感じで、まあ、いきなりブラホビッチが組みに行ってで、ペレイラもなんとかテイクダウンディフェンスするんですけど、まだ最後の方で倒されて、バック取られて、4の字組まれてね、あれめちゃめちゃ危なかったよね。バックチョーク狙いのブラホビッチ、結構一発目、タイトに入ってるように見えたんですけど、うまく対応して、ペレイラも。 で、ペレイラずっとディフェンス一辺倒で、まあ、1ラウンド目は完全にブラホビッチのラウンド。で、2ラウンド入ってからね、まあ、スタンドの攻防が増えて、序盤お互いカーフキックの蹴り合いでしたよね。で、ペレイラはね、ボディへのジャブとか混ぜたりとか、でもブラホビッチの左フックもすげえ良くて、その中で打撃の工作で、カウンターのタックルで、テイクダウンを奪うブラホビッチと。でも、ペレイラ、これ立ち上がりましたよね。それがすごかったな。で、引き離して、で、そっからペレイラの怒涛の打撃がね、火を吹きましたよね。 アッパーが特に良かったなんでも、ペレイラやっぱりね、なんかやっぱりキックボクシングの距離で戦ってるんで、だからあんなアッパー打てるんですよね。MMA ファイターであんな連発でアッパー打てるやついないじゃないですか。あんな打ったらね、すぐテイクダウン取られちゃうんで。でも、それを良くも悪くもできちゃうのが、ペレイラの良さですよね。でも、ブラホビッチもね、左フック狙ってて、それすげえ良かったんですけどね。まあ、でも、やっぱ最後、打撃で明らかにね、ブラホビッチ交代してて、まあ、効いてる感じだったんで、まあ、2ラウンド目は個人的にはペレイラかなと思いましたね。 で、3ラウンド入って、まあ、このラウンドも序盤からスタンドの攻防で、やっぱペレイラの圧が強い。でもブラホビッチもあんま引かなかったっすよね。ただ、やっぱ打撃総合的に見ると、まあ、タックルの脅威があるにしても、ペレイラがね、上回ってるように見えてね。で、最後、ブラホビッチもね、魂のテイクダウンを奪ったんですけど、でもなんか攻めきれなくてね。で、最終的にはこれ、ペレイラの判定勝ち ?2 1位だったのかな。割れてましたよね、多分。まあ、ペレイラ勝ちと。 まあ、妥当なのかな。まあ、2ラウンド目のつけ方次第ではあるんですけど、まあ、個人的にはまあペレイラの勝ちでもまあ文句はないのかなとは思いましたね。てか、ペレイラがこんなにでも対応できるというか、つけられて普通に反対負けすると思ってたんですけど、体でかいもんな、ペレイラめちゃめちゃ。ライトヘビーが適正というか、むしろ、ようね、このフレームでミドルで戦ったなと思いましたね。っていう感じで、まあ、ペレイラのね、陣外の左フックはまあ、 最後までね、炸裂はしなかったんですけど、まあ、でも体強いし、なんやかんやで立ち上がるし、打撃の圧やばいし、怖いよね、ペレイラ怖いけど、ライトヘビーでね、タイトル取ってる姿あんま想像できないですけどね。あ、でもプロハースカットの試合とかになったら、すごそうだな。とんでもないなんか打撃戦になりそう。それみたいな。で、5試合目、メイン、ダスティン・ポイエ、バーサス・ジャスティン・ゲイジ。まあこれは p m f ベルトがね、かけられた。 バッテスとマザーファッカーを決める戦いですよ。マズ・ビダルに次ぐね。で、一ンド目からポイエがね、圧をかける展開で、お互いやっぱね、打撃レベルがめちゃめちゃ高いよね。蹴りもいいし、パンチもいいし、ポイエはね、三日月蹴りをね、狙ってる感じがずっとあって、でもゲージもね、ローキックとハイキック良かったっすよね。ハイキックが特にね、なんかタイミングがずれて打ってる感じで、ポイエもガードギリギリって感じでしたよね。 お互いパンチ入れるんですけど、まあでもやっぱボクシングテクニックだけだとね、ポイエの方が上回ってますよね。ポイエの左のパンチで一回ゲージぐらついて。で、ね、ポイエやっぱガードもすごいうまいんで、パンチのディフェンス完璧っすよね。ほぼパンチはもらってないんじゃないかな。ただゲージ終盤にもね、ハイキック打ってて、これがすげえタイミングよくてね。で、これが後々のね、まあ、フィニッシュのシーンに繋がるんですけど、で、2ラウンド入って。やっぱこのラウンドもね、ポイエが圧をかける展開で、 打撃すげえいいんですけどその中でねゲイジーのハイキックが見事にヒットしてポイエダウンとでそのまま立ち上がれずフィニッシュ、うん、パッと見ねガードの上に見えたんですけどガードをね前の方に出してて要は多分右のストレートだと思ってガードしてたんでしょうねやっぱポイエなんかこういう感じでこう腕動かしてなんかガードするじゃないですかだからこそハイキックってなんかこう回ってくるんでそれがね当たっててね思いっきり効いてましたよね ゲイジーの2ラウンド KO 勝ち。バッテストマザーファッカーはね、ゲイジーということでね、うん。どこら辺がマザーファッカーなんかわかんないですけどね。にしてもね、最後、レフェリーのハーブディーン、ナイススライディングでしたよね。ナイススライディングで間入って止めましたよね。ゲイジーのパウンドを打ちまくる前に。普段からね、全然試合を止めないハーブディーンでも、さすがにこれはね、即座に止めるよね。あの一発で完全に終わってるもんね。よう止めた、ハーブディーン。ナイススライディングって思いましたね。 まあでもこれ絶対3回目あるよね。ポイエ対ゲイジ。2回ともフィニッシュだったし、で今回もねハイキック以外、まあ、ボクシングの展開だとポイエがね、まあ、勝ってるように見えましたし、まあ、1ラウンド目は、ね、明確にポイエだったと思うんで、ってなるとね、やっぱ3回目も待望論ありますよね。俺も見たいもんね、やっぱり。まあ、しばらくはないでしょうけど。でもう1回やったとしてもね、多分ポイエが試合を作る展開自体にはなりそうではありますけど、まあ、そこからね、どういう展開が生まれるのか。 やっぱ MMA ってね、奥深いっすよね。全部あるもんね。パンチだけじゃないもんね。蹴りもあって、タックルもあって、うん。そもそものスタンドの状態でね、パンチ、蹴り、タックルがあるっていう時点でやばくないっすか。で、パンチと蹴りもね、いろいろ種類があるわけで、タックルも入り方がいろいろあるじゃないっすか。そらね、なんか起きるよね、MMA なんて。これで何も起こさせないね、ヌルマゴメドフが異常だっただけだよねっていうのは思うよね。うん、面白いよね、やっぱ MMA。 まあ、ボクシングとかももちろん面白いんですけど複雑性の極みっていう点で言うとねやっぱ MMA に勝るもんはないよねっていうふうにね見てて改めて思いましたね。ということでね、まあ、UFC291 正直ねちゃんと見れてないというかやっぱスーパーライジン2とかあったんでそれがずっとちらつく中での観戦だったんであんまりね100%楽しみきれなかったのがちょっと悲しいんですけど。 でも次もね、USC292 かな。え次は、あれでしたっけスターリング対オマリーがあるのかな。楽しみっすよね。あ、それもね、また勝敗予想とかね、して楽しんでいきたいなと思うんでね。また見てみてください。ということで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。